どうも、おはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、テクニカルバトルの、白の試練編ですね、極上、こちらをね、また新たに、攻略してみたいと思います。もうこのメンツだと課金してないとほぼ通らないっていうね状態なんですがまあこういう攻略法もありということで、やってみたいなと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではですね、アビティ見ていきましょう。まずはリーダーロハン、取り込む経験イカサマ、吹き飛ばすをつけてます。まさか吹き飛ばすをね今すら集めなきゃいけないっていう風に思わなかったですわ。まあでもこれから集めることにします。そしてですね、シゲチですね、勇気ワンモア壁コンをつけてます。そして、タロスケですね、先導何も知ることはね見つけたぞをつけてます。そして、セロハンですね、セロハンは控えなんですが、鳳凰の決意カウントアップ、喧嘩と愛をつけてますが、おっと、セロハンの出番は、ないですね、スマッシュの回数を増やすためだけにいるっていう感じですね。そして、フレンドにはシゲチを迎えてます。では参ります。本当はですね、赤が欲しかったですよね。ファイアーブームを使いたいっていうので欲しかったんですが、まあしょうがないということで、このでもうほとんどね極上クラスになってくるともうシゲチしかねいないっていう方が多いんで、このような編成にならざるを得なかったということです。はい、飛ばせましたね。さあこのままもう任しちゃいましょう。はい、1ラウンドクリア。さあ2ラウンドですね。ここで気をつけたいのがですね、慶長なんですけども、死亡時コンボするカウンターですね、ここを本当に気をつけたいですし、あとですね、何気にマニッシュが硬いんですよね。でもさ、すぐに倒せましたね。何だったんだろう、あの心配事はっていう感じぐらいに早く終わっちゃいましたね。さあ次に吹き飛ばしながら、吹き飛ばしながら持っていけましたね。もう吹き飛ばしがないとちょっと面倒くさい感じになってきましたね。まさか当初いらないと思ってた吹き飛ばしがねここまで使えるのかっていう感じになってきましたけども、回復見事取りましたね。よし、まさかここでシゲチが退場する羽目になるとは思わなかったです。さあ3ラウンドですね。ここはですね、すぐに倒しちゃいましょう。シゲジじゃないや、タロスケですね。タロスケで倒していきます。一応2ゲージでためてですねやっていこうと思います。
します。さあここで動くんじゃねえがいるんですね、あるんですね。となるとちょっと壁を使いながら行くとしましょう。はい、倒しました。で次にですね、ケニジがねやってくるんで、もう素直にタロスケで倒すことにしましょう。はい、3ラウンドを進みにクリアしてきました。続いて、最終ラウンド4ラウンドですね。お、ちょうどいい具合な感じになりましたね。まあ、ここはねナイフが怖いので、ナイフで片付けたい、ナイフを片付けたいところなんですが、赤がいないのでね、これで倒しました。あとはねどのようにでもできるんですが、もうサクサクっと倒しちゃいたいので、ジョウスケですね、タロスケで一気に倒しちゃいましょう。はい、クリアすることができました。ちょっとね、長かったですけどね、なんとか無事にクリアすることができました。はい、ではですね、最後まで動画を見ていただいて誠にありがとうございます。ではまたね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。